株式会社オーブン社は1931年に創業した教育専門の出版社。オーブン社の名前で創業した当時から受験順法や英語の問題集などの教育を主とした出版を手掛ける。かつては学習研究者と総癖をなしていたが、少子化と受験環境の大きな変化にこうしえず、経営が悪化し、全国拠点の整理や、 子会社株の売却等のリストラを実施した。その結果、数年間続いた赤字から脱却し経営再建に成功。新規事業の開拓と利益構造のさらなる改善を目指し、オーブン社株の一部の売却を行い、売却先である三菱商事の協力を受けた。現在、三菱商事との提携は解消されている。入試関連の雑誌や、 書籍の出版で有名だが、出版の他に、生徒向けのテスト事業や各種資格検定事業も手掛けている。かつては、中1時代、高2時代といった中高生向けの学年物雑誌も発行していたが、1991年に廃刊。現在、月刊誌は、蛍雪時代のみが出版されている。また、かつては、文化放送やラジオ短波で放送された。 大学受験ラジオ講座、J ランド、アルシェクラブ伊て前ラジオなどの提供会社でもあったが、番組自体は1996年3月に終了している。あまり知られてはいないが、コミックセミナーという漫画レベルや、ファミリーコンピュータのゲームソフト攻略本を刊行していたこともある。最近は E ラーニングを中心とするインターネット事業や幼児向け事業の拡大に力を 入れている。1931年、赤尾義雄が東京、新宿で、旧正高校受験生を対象にした学習参考書を発行するため、大文社の社名で事業を開始したのが、当社の創業である。翌1932年、通信添削会を立ち上げ、帰還し、受験順報を創刊する。1940年、 受験順法は月3回の発行が難しくなり、月間に変更される。翌1941年、正式に、建設時代と解題した。その翌年1942年には、大文社の王の字を適正ごとみなした軍部の圧力で社名を、現在まで続く大文社に変更した。この頃、赤尾が自ら著者となった、英語基本単語熟語集が刊行され、 現在でも重版され続けるロングセラーとなった。大文社は戦後すぐに活動を再開し、建設時代や成功シリーズなどを発行した。1947年、建設時代は学生改革に対応、新生高校の全学年を対象とする大学受験総合誌へと生まれ変わった。1949年には建説の姉妹誌として、 新生中学校の全学年を対象にした中学時代が相関。応ン社はビジネスの幅を中学生にも広げた。一方、小学館が中学生のとも設立間もなかった学習研究者は中学コースで対抗、激しい販売競争が繰り広げられる。1950年、それまで NHK が独占していた放送事業が 民間にも開放されることが決まる。応文社は民放の公共性重視という世論を利用して放送事業に積極的に進出。首都圏 AM ラジオ第2局日本文化放送協会の設立に関わった。この時赤尾が自ら NCB に持ち込んだ企画が大学受験ラジオ講座であった。1952年3月31日。 NCB は開局し、同時にラジオ講座の放送が始まった。応文社はラジオ講座のテキストを発行し、建設時代と合わせて受験生のフォローアップをする体制を整えた。1955年には大学受験を希望する高校生に現在の実力や志望校合格の可能性といったデータを提供するため、学校単位で行わせる。 国内初の集団模試、大学入試模擬試験がスタートする。当時はまだ競合相手となる、真剣模試がなく、後に、全頭模試を手掛ける、予備校作用手の河合塾も名古屋市内にしか拠点のないローカル事業者だったため、応ン社模試は、生徒や学校の信頼を集めた。翌1956年、中学時代、高校時代が、学年別に細分化される。 これにより、警説は、高校3年生と老人生を対象にした受験に、直結する雑誌へと変化した。これを見た、小学館と学研も、学年別編集に移行するが、大文社は一歩リードしていた。ネットテレビのロゴ1957年、外郭団体として、日本英語教育協会が設立される。赤尾は、大学受験ラジオ講座に続いて、 広く一般に向けた放送メディアによる英語教育の可能性を探っていて100万人の英語の企画を NCB の後継となった文化放送に持ち込んだ影響はこの番組を実現するため大文社が中心となって設立されたものであるまたこの年日本経済新聞東映などと共同出資で教育専門局であるテレビ局日本教育テレビを設立 1959年放送を開始した。同局は翌1960年にはネットテレビに故障を変え、1973年総合放送局に移行。1977年朝日新聞社の参加に入ったことから正式社名を全国朝日放送、通称テレビ朝日と改めた。1963年影響に続く二つ目のが愛団体として、 日本英語検定協会が設立され、実用英語技能検定が開始された。応文社は現在に至るまで英検の様々な問題集や受験参考書を販売し、全盛期を迎えた。同年、小学館は中学生の友を廃館、女子向けの女学生の友に集中することになった。折しもこの頃は段階世代が大学進学を控えており、 オーブン社の高校生向け算考書は飛ぶように売れた。1968年には英検が旧文部省の認定を獲得。英検受験算考書がビジネスの柱に成長、大学生や社会人など幅広い層へ急速に浸透した。しかし、オーブン社は戦前に手掛けた通信添削から一時撤退していたため、この頃になると後発他社に押され始めるようになる。 1961年に増進会出版社が対象を南韓大学受験生に絞り込んだ Z 会の通信添削を立ち上げ、1969年福竹書店が真剣ゼミで追随。これを見た、大文社も通信添削に再参入、大文社ゼミをスタートさせた。1972年には河合塾が全頭模試をスタートさせ、 オーブン社模試の市場独占が崩れる。これをきっかけに予備校模試の競争が激化。その一方で福武書店も新剣模試を立ち上げてオーブン社の得意としていた学校集団模試に参入、オーブン社模試は一気にシェアを落としていった。1976年頃からは中高生向けとは逆に小学館と学研が市場を過剰していた。 小学生向け学人別学習士に参入しようとする。しかし、人気漫画のドラえもんを持っていた小学館と科学と学習で売り上げのピークを迎えようとしていた学研の画像を切り崩すことができず、手掛けた三ムがのきのみ2年以内に休拝館。大分社の試みは失敗に終わった。1985年、創業者の赤尾義雄が亡くなり、 子息の赤尾和夫が第二大社長として、オーブン社を継いだ。昭和末期から平成にかけては、第二次、ベビーブルーム世代の大学進学が控えており、オーブン社の参考書売り上げは一時持ち直した。ほぼ時を、同じくした1987年、英検五級が新設。この普及のため、オーブン社と影響が連携して、テレビ番組、早見優のアメリカンキッズをスタートさせた。 しかし、この頃には、もしがすっかりなりを潜め、オーブン社ゼミも、福竹書店などの同業他社のダイレクトメール営業に押され、業績を伸ばせなくなっていた。加えて、第二次、ベビーブーム世代の進学が一巡した後の、本格的な少子化に向けた対応が遅れていた。1991年、11、12、13に分かれていた、中学生向け雑誌を再統合。 高校合格とする。高校向けは、高1時代、高2時代を、廃刊、形設は、再び高校全学年に対応する雑誌となった。だが、高校合格は売り上げを伸ばすことができず、わずか2年で廃刊に追い込まれる。1992年には、ラジオで35年間続いた、100万人の英語が、打ち切られ、アメリカンキッズに一本化される。ところが、この、 アメリカンキッズも1994年4月改編で打ち切りとなる。同じ頃、大学受験ラジオ講座は、平日の放送を取りやめ、週末の長時間放送に移行したところ、文化放送で一般聴取者の離反を招き、大文社は受験作業多様化への対応が難しいと判断して1995年4月改編で43年間の歴史の幕を下ろさせた。 ラジオ講座はラジオ単波が経譜を受け継いで大学合格ラジオ講座にリニューアルしたが、オーブン社は1960年代から70年代にかけての貯金を使い果たす寸前まで追い込まれていた。1999年4月改編で大学合格ラジオ講座も終了し、50年近く続いたラコーの経譜が途切れた。2000年度限りでオーブン社模試と オーブン社ゼミを事業終了。続いて、翌2001年、保有していた文化放送と、テレビ朝日の株式をすべて売却、得た資金で累積赤字を解消した。さらに、三菱商事を相手とする、第三者割当増資を仕掛け、支援体制を確立。オーブン社は倒産の危機から立ち直った。またこれと前後して、赤桶名義で所有していた、富士テレビの株も売却された。 2006年、赤尾和夫が58歳で死去。一夫の弟の赤尾文夫が第3代社長に就任した。文夫は、折からの公益法人制度改革の流れに乗って、主要な事業を失っていた、影響を英検に合併させて解散するという、実績を残した後、2012年1月に退任。第4代社長いこ第一が、会社創業以来82年目で初めて、 赤桶以外から社長に選ばれた。1965年6月総刊から1987年の廃刊まで文庫本レベルのオーブン社文庫を刊行していた。内外の数多くの古典名作や純文学を中心にオーブン社らしい質の高いラインナップを揃えていた。当初は箱入りで全体に薄い黄緑色をしていた。別にハードカバーの特製版もあり丈夫なため、 町の図書館や学校の図書室などでよく見かけた。表紙にはエジプトの象形文字とギリシャの神話の女神ペルセポネーがあしらわれている。配管が決定した時、当時は大文社文庫でしか事実上入手不能な本も多かったため、ハンナナ、鳥物帳などに代表される人気作品のその後の出版権などをめぐって出版業界で騒動になったことでも知られる。 大文社は民法の設立が認められた1950年代前半から民法の公共性重視という世論を利用して放送メディアによる教育の全国的普及に積極的に関与してきた。1990年代後半からの経営危機の際に多くのつぼねで資本関係は解消されたがその後も交流関係は維持されている。1952年 セイパウロ修道会が中心になって設立、開局したセントポール放送協会改め日本文化放送協会に対し赤尾義雄が大学受験ラジオ講座の企画を持ち込んでスタートさせた。1956年日本文化放送協会は株式会社組織の文化放送に生まれ変わる。大分社は筆頭株主となり、ラコに続いて 100万人の英語が企画を持ち込まれて、スタートした。その後、大文社が軸になって、同様にオ株主となったテレビ朝日や後に、テレ朝の親会社となる、朝日新聞社との関係が強まり、本来の新聞系列である、富士災系グループの色合いが薄れていく。1954年、日本経済新聞社が中心となって、単波体の周波数を使った、 全国一斉放送を実現する日本単波放送が設立されると、オーブン社は少数株主として出資するとともに、ラジオ講座の全国放送化を実現するため、放送枠を購入した。その後、100万人も枠を購入して1992年10月の終了まで放送された。1970年代後半から90年代前半までは、ラジオ講座のフォローアップ番組、 合格一本道も放送された。しかし日経や東京証券取引所といった他の大株主が強く、大分社が追加出資して経営権を握ることまではできなかった。大分社が文化放送、テレ朝株を売却した後も、日本短判や社名変更後の日経ラジオ社の株は保有を続け、上位10大株主に名を連ねている。1995年、 ラコーが打ち切られると、ラジオ単波は、後継番組、大学合格ラジオ講座を、自局主導でスタートさせ、1999年まで続けた。テレビ朝日の前身である、首都圏テレビ第四局日本教育テレビの設立には、ラコー、100万人の全国放送を受け負っていた、日本単波放送や日経、さらには映画配給大手の投影とともに、 中心的な役割を果たし、開局直後の番組の中には100万人のテレビ版も存在した。ブン社が文化放送の筆頭株主になったことで、ネットテレビと同時に開局準備が進んでいた首都圏テレビ第3局富士テレビジョンにも影響力が及ぶことになった。1990年代には赤桶名義で発行済み株式の20%、 近い富士テレビ株を保有していたが、1997年の東証一部上場をきっかけに順次売却された。早見優のアメリカンキッズは、テレビ朝日系列ではなく日本テレビ系列で全国放送された。また制作もキー局の日テレではなく、中京テレビが担当した。ありがとうございます。